Rape Man plays a blazing beat. Let's go!カウンター攻撃が決まったぜ。あっけなさすぎてグーの根も出ねえ。とんでもねえ車だぜ、あの乱栄棒。横並びからグイと前に出ていくあのトラクション。どんだけパワーがあっても FR じゃ絶対真似できない。まったくだ。駆動システムの違いから来る絶対的な性能の差だからな。こりゃ凌介にとって苦しいバトルになったな。もう一度前に出るチャンスがあるかどうか。絶望的。凌介、お前は群馬の走り屋全員の誇りと期待を背負って走っているんだ。負けるんじゃねえぞ。もやもやしていた峠コンプレックスが吹き切れた。カリスマなんて俺は認めない。そんな迷信めいたイリュージョンは白日のもとに引っ張り出してしまえば、その正体は俺が考えていた通りテクニックの積み重ねでしかない。それさえ切ればもう凌介は怖くない。なぜならこの分野では俺の方が絶対上だからだ。なあ匠、どうなったかな赤城。もう終わったかな。どっちが勝ったと思う？全然想像つかないな。俺あの黒いランエボの実力全部見ないうちに負けたから分かんないよ。いつきの顔見てたら悔しくなってきたな。え？ごめん。あ、そうじゃなくてさ、お前と話しているうちに気分転換できたって言いたいわけ。今日一日ディープに落ち込んでいたからさ。俺さ、昨日86壊れた後ランエボのドライバーに言われたんだ。バトルしたつもりはないからって。もっといい車に乗り換えたらもう一回バトルしてやるってさ。何それ。その言い方がさ、勝ち誇ってるような風でもなくて、まるで学校の先生が生徒に諭すような口調でさ。そこまで言われちゃうな。俺にもプライドってもんがあるからな。さて始めるか。明日の夜にはアキラの峠にシェイクダウンできるぜ。藤原豆腐天狗復活ってな。いい車に仕上げたな、京一。 4WD とは思えないほどよく曲がる足に、どこからでも加速するピックアップの良さ。
くるっと回ってドカッと立ち上がる。加速競争じゃ手も足も出ない。恐ろしいほどの戦闘力だ。間近で見せつけられると改めて舌を巻くぜ。だが今初めて気がついたわけじゃない。昨日の段階で分かっていたことだからな。ミスったんじゃない。そこまで攻めないとついていけないんだ。この区間タイムを見ろ。すげえ。このままで行くと赤城道路のコースレコードは大幅に塗り替えられちまう。凌介が遅れてるんじゃない。それを上回るくらいにあのエボ3が速いんだ。もしもし、こちら35コーナー付近、依然として先行はエボ3。了解。圭介さん、大丈夫でしょうか。ランエボのスピードは全然衰えていませんよ。ゴールまでもうそんなにない。このまま突っ走られちゃうんじゃ。心配するな。兄貴ならこの局面を打開できる。確かに須藤は速い。今日集まっているほとんどのやつは須藤がここまでやるとは思っていなかったろう。俺もその一人だ。だけど兄貴は違う。昨日あのエボ3がアキナの86とやり合った時、何箇所かで取ったデータがある。俺が見てもピンとは来ないが、兄貴の分析なら須藤の本当の実力を把握できてるはずだ。だから俺は信じる。兄貴は負けねえってな。ミスファイアリングシステムと 4WD の恩恵は絶対だな。低いギアでのフル加速だと置いていかれる。だが高速コーナーならばつけ入る隙はある。やはりな。ラインを変えて仕掛けてくる気配はない。なぜだ凌介。何もしてこないことがかえって不気味だ。投げたのか。ありえない。お前がそういうやつじゃないことは俺が一番分かっている。必ずどこかで来る。絶対有利な立場にいるのは分かっているのに、なぜか追い詰められたような気分になる。俺の中に凌介に対するコンプレックスがまだ残っているのか。勝てばそんなもの消えてなくなる。どこからでも来てみろ凌介。タイヤにはまだ余力がある。がっちり食いついている。ゾクゾクするぜ。最高のゲームだ。乗るか反るかワンチャンス。チラチラと見え隠れする針の穴のような突破口を突く。凌介さんはぴったり食いついてます。でも先行のエボ3はめちゃめちゃ速い。全然ペースは落ちてません。やばいよ高橋凌介、大苦戦だ。このコーナー過ぎればゴールはすぐそこだよ。苦戦どころか敗色濃厚ってやつだよこれは。どうも来たぞ。やっぱりエボ3が頭だ。突破口は右だ。京一、お前の欠点は右サイドの恐怖心を克服できていないことだ。はっきり言えば右コーナーが下手くそだってことさ。外から行った。すげえ、エボ3が貼り付けられて前へ出られない。くそ、これじゃ4区のトラクションもミスファイアリングシステムもパワーを発揮できねえ。すげえ、 FC が頭を押さえたまま立ち上がっていく。引け高橋凌介、引け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 。行け凌介、行け行ける。行った、逆
完全勝利だ。ざまあ見ろ、群馬エリアにレッドサンズありってな。イニシャル D、 イニシャル D。 負けたのか、あの京一が。信じられねえ。すっげえレコードですよ。凌介さんもいつもチームで走ってる時はこんなタイム出さないのに、なんでバトルになるとドカーンときちゃうんですか。兄貴だって普通のタイムトライアルの時は事故らないように安全マージンをたっぷり取ってるんだ。目いっぱいヤバい領域に踏み込んでいけばこのぐらいのレコードが出ることは分かってる。あのエボスリーかなり手強かったからな。ちょっと本気を出しただけさ。さすがですね、あのコーナーの立ち上がりなんか。凌介、お前に聞きたいことがある。俺とお前の走りのどこが違うのか、俺がなぜお前に勝てないのか、どうしても分からねえ。頼む、教えてくれ。俺から見て俺とお前のテクニックにほとんど差はない。気休めを言うのはやめろ。だったら何が。車をコントロールするテクニックの問題じゃないと言っているのさ。お前の弱点は右曲がりだ。右コーナーが全部というわけじゃなく、ある特定の右曲がりに限ってお前の弱点が顔を覗かせる。右だと。センターラインの右側というのは本来対向車が通るデッドゾーンだからな。インデッドに攻めれば対向車がいつ飛び出してくるかわからない不安がつきまとう。誰でも 100% ではいけない。だが経験と努力次第でそれを100に近づけていくことはできる。わかるか京一、そこが違いだ。モータースポーツでは対向車を処理するテクニックなんて必要ない。ジムカーナのコースやサーキットでは対向車は来ない。そしてお前のホームコース日光いろは坂も同様に一方通行で対向車はないんだ。お前のカウンターアタックは必ず右コーナーでアウトになるように組み立ててきた。インに苦手意識があるからと俺は読んでいた。アキナの86とのバトルで俺に手の内を見せすぎたことがお前の敗因の一つだ。負けたぜ凌介。見えたと思ったお前の背中が霞んでいく。お前はまさにストリートのカリスマだ。すごかったっすよ。改めて高橋凌介の凄さを実感させられましたよ。ともかくこれで群馬エリアを戦々恐々とさせてきたランエボ軍団の嵐のような騒動も一件落着ってわけです。ああ、俺も見に行きゃよかったな。ところで匠たちは一緒じゃなかったのか、昨日は。いや、見かけませんでしたよ。あいつ、一昨日のバトルに負けてそんな気分になれなかったんじゃ。そりゃそうだよな。俺たちとしても本当にショックだもんな。赤城には行かないってあいつはっきり言ってたのに、何が原因で急に気が変わったのか。俺嬉しいぜ、高橋凌介が勝って。これで群馬エリアの水準が高いってことが証明されたもんな。じゃ先行ってるぜ。あ、あのさ、たくみくんちょっと聞いてよ。この前さ、ちょっとたくみくん、悪いけどさ、お前と話したくないんだよ。あ、うちの86が走ってた。何かの間違いじゃないですか。俺知らないっすよ。チームのやつが夜中に秋名さんで走ってるところを見たって言ってるんだ。スリードアで白黒のパンダトレノだったって。きっと違うと思うけど。
だいたいお前んちの車今どこにあるんだよ。さあ俺も知らないっす。赤城でトラックに乗せてそのまま親父がどっかに持ってったままです。朝の配達はどうしてんだ。親父が持ってきたボロい軽トラ使ってる。まさか伝説の86は今頃どっかの解体屋でスクラップになってるんじゃないだろうな。泣くぞ俺は。それはないと思いますけど、エンジン乗せ替えるって親父言ってましたよ。本当かよ。で、どんなエンジン乗せるんだ。今さらあの車にドノーマルの 4AG 乗せるってことはないっすよね。いよいよターボかな。俺あんまり興味ないですよ、そのことには。どうしてだよ。俺思うんですけど、エンジンって言ったら車全体で見ても一番重要なものじゃないですか。まあな。人間で言ったら脳みそみたいなものだと思うんですよ。たくみ、それを言うなら普通心臓って言うだろ。そうかな。心臓なら心臓でもいいけど、とにかくエンジンを乗せ替えるっていうのは嫌なんですよ。全然別の車になっちまう気がして。なるほどな、そういうもんか。やっぱ愛着ある車だしな。そういう気持ち分かんなくもないけどさ、それでも俺たちとしては次に乗っかるエンジンが気になって仕方がないけどな。どんな具合だ、ブンタ。少しはまとまってきたと思うが、これだけエンジンがいいとどうしても足が追いつかねえ。そんなにいいのか、エンジン。いいね、惚れたよ。そこまで言われるとそそられるな。ちょっとだけ乗せてもらおうかな、助手席に。怖いぜ、この車。あ？お前が自分でそんなセリフ言うか。お前の助手席が怖いのは今に始まったことじゃねえだろうな。その片鱗を見せてやろう。ん？あ？おい、文太。どうしたんだ、そりゃ。わかんねえか。ここを壁にして擦りつけて踏ん張って体を支えてるんだ。峠レベルの横 G にバケットシートなんていらねえってのが俺のこだわりの美学だったのによ。悔しいけど、バケットシート入れねえと骨まで削られそうだぜ。今日のテストはこれまでだ。とてつもなく手ごわそうだぜ。手ごわい分だけ面白くてしょうがねえ。この車どう仕上げるか、俺もまだ決めきれてないんだ。時間をかけてじっくりと楽しみながらやるさ。匠みてえな下手くそも乗るってことを考えてやっとかねえとな。下手くそだという？匠がか？勘弁してくれ。なんかつまんねえな、高校生なんて。そうか？早く働きたいよ、俺は。社会に出て仕事してないうちはやっぱりガキだよな。ん？バリバリ働いて金稼ぎたいよな。ちゃんと就職すれば自分の車だって持てるだろうしな。今は何もできないからさ、情けないよ。そんなに焦んなくてもいいだろ。来年の春には俺たち嫌でも卒業なんだからさ。早く卒業しちゃいたいよ。学校行ったって楽しいことないし。お前なんかすさんでるぞ、匠。なんでそうムキになって俺なんかに構うんだ。別にどうってことないだろう。
俺たち別に付き合ってるわけじゃないし。夏樹、そんなの納得できないよ。説明してよ。ついてくんなよ。ベンツの彼氏と仲良くやれよ。俺に構うな。なんで？どうして？変わらぬ君の笑顔があった。歩き疲れ立ち止まる日も小さな喜びの日も、この両手に抱えきれない愛を教えてくれた。あの86が戻ってきた。果たしてそのパワーは。次回イニシャル D セカンドステージ、ニュー86誕生。Don't miss it。